ふぶきちゃん、くれぐれも無理しないでくださいね。やる気なんて全然起きねえ。そもそも生きる気力も足りねえ。けどやるしかねえようだな。そして B チーム、大島ニーナ、リー・ユンシア、ミコト・フブキ、夏目祈り。エミュレーションとはいえ、どの程度の強さに設定されているんだろうな。絶望的であってくれと望む自分がいるよ。マイナスからスタートか。もともと生きる気力マイナスでここまで来たんだ。それぐらいハンデとも思わねえぜ。なぜこいつは楽しげなんだ。いいな、目に見えない何かを徐々に削られていくこの感覚。なぜこいつは楽しげなんだ。ん？あれはでけえキョンサーがいるな。勝ち目がねえくらいの強敵に映るぜ。突っ込もうぜ。ミコト・フブキ、命を投げ出すのダメ、絶対。 B チーム全員マイナス1ポイント。お前、思ったより強そうでそそられるな。物足りなかったな。まったく死にそうになかったな。もとよりエミュレーターで死ぬことはないが、それぐらいの窮地を味わってみたかったよ。敗北か、惨めでいい。もっとどん底に突き落としてくれよ。私はいつも通りのデプレッシブさでいただけだぜ。二階堂のやつも喜ぶぜ。ああ、何をやっても勝てねえフラグを立てちまってる。私なんてさ、いつ死んでもいい。なら、一番の絶望を味わってからにしたいからだよ。あんたは私らと違って、血水の剣士なんだろ。その腰の門を抜くことだってあったんじゃねえのか。もっとどん底に突き落としてくれよ。あんた、出し抜く気満々なの。心眼、何をしている。ああ、絶望を味わいたくてな。ギリギリまでキャンサーを引きつけてみたかったのさ。いつ現れるかわからねえこのスリル、まさにデプレッシブだぜ。なあ、まだキャンサーは現れねえか。倒してしまったが、しばらく現れそうにない。そうか、ま、来るまで私は待つぜ。絶望を味わうためにな。ふぶきちゃんのために作ったお弁当、美味しく食べてもらえるでしょうか。なんだい、迷子にとってそのままぶっ刺してくれるとでも言うのかい。お前の剣を振るう理由を聞きたい。理由？ああ、そういやさっきも聞かれたな。詳しく聞かせてくれ。話した通り、私なんてさ、いつ死んでもいい。こんなご時世だし、生きる気力も希望ももう湧いてこねえんだよ。でもただ殺されるだけじゃもったいないと思っててな。これでも表現者でもあるからな。表現者？もっとデプレッシブな感情、本当にギリギリの精神の境地に達してみたいのさ。
それだけがこの人類の窮地において唯一楽しめる感情だと思うからさ。でも剣を必死に振り回してさ、毎日それだけを求めてんのさ。だから私は剣を振るんだよ。剣を持って何かを残そうとしているのだろうか。そんなことを考えたことはなかった。ただ与えられ身につけた技を無意に振るだけだった。感謝する、味方。いいってことよ。もっと突き落としてくれ。一番死にそうなぶっちぎりの最下位に。あんた相手じゃデプレッションも感じる間もなさそうだしな。くそでござる。すげえ景色が見えたぜ。走馬灯ってやつか。